トロポリタントランスポーテーションオーソリティメトロノース、鉄道の駅である。ハドソン線、ハーレム線、およびニューヘイブン線の列車を利用でき、ハーレムへの通勤客が主な利用者となっている。グランドセントラルまで10分かかる。ハーレム125丁目の1ブロック東隣には、ニューヨーク市地下鉄125丁目駅が位置しており、ニューヨーク地下鉄4系統、5系統、 および6系統に連絡できる。1844年、現在の125丁目駅がある地点に、路面電車のための駅舎が建設された。その後、1874年に、ニューヨークセントラル鉄道とニューヨークニューヘイブンハートフォード鉄道の路線が開通した。これに伴ってレールは、立橋上に移動され、駅舎は建て替えられた。 現在のハーレム125丁目駅は1896年から1897年にかけて建造され、設計はニューヨークセントラルハドソン川鉄道の建築技師長モーガン・オブライエンによって行われた。2面4線のホームを持つ高架駅である。各ホームは古戦橋で結ばれている。島式のホーム有効庁は12車両。線路の番号は 中の順から始まる。ありがとうございます。